武蔵ドリームチャンネルよっ、はい、ということで、ね、今日は、この和太鼓を、地面に対して垂直に置いた、まあ、縦にですね置いた縦打ちという形の、まあ、一番の初めの姿勢というところですね。一番です。姿勢一番ですよ。一番姿勢またあの縦打ちの基本の姿勢というところがあります。で姿勢はですね、まあ、この太鼓のとの位置関係ですね。位置関係を築く、まあ、一番大切な、まあ、いつも同じ位置で同じ音を出すというところで一番大切なところになりますので、はい、これを、紹介していきたいと思います。はい、思います。思います。で、まずですねこの、上半身の腕の形と足の形がまず腕の形ですね、はい、大きく分けて、2つありますね。2つあります。2つあります。これは発想という形と、はい、はい、発想という形ですね。発想ですね。そして、逆発想腕のこの形ですね。はい、まあ、ハの字になったり逆ハの字になったりするわけですが、そうです、ね、はい、であと足の形ですね。足が前屈立ち、前屈立ち、そう、前に出てるこの足が、まあ、屈伸してると曲がってるということで前屈立ちですね。そしてあと牙立ち、はい、で、この牙立ち前屈立ちで発想の構え逆発想の構えについて、詳しくし、紹介した説明した動画が別にありますので、まあ、詳しくはですねそっちを参照にしていただければと思いますが、はい、で、本この教材ではですねまずこの前屈立ちというところと、あと前屈立ちで、状態は逆発想というところをベースに、紹介していきたいと思います、はい、まあ、これ今少し理由があってですね、まあ、横打ちとかですね、横太鼓が横になって、横に打つとき、そして斜め打ち、太鼓が斜めにやって斜めに打つときに、この牙立ちと逆発想だと、少しまあ、この格好ですね、塩梅が悪くなってくるところはあるので、まあ、後になってですね、これは分かってくると思うんですが、なのでまずこの前屈立ちと逆発想というところを別に、紹介していきたいと思います。はい、はい、ポイントが4つですね。4つで、まず1つ目は幅ですね、まあ、この歩幅、足の幅であったりですね。で、歩幅は肩幅ありますね。2足分ぐらいですね。広く開くといいと思います。太鼓よりもまあちょっとこう足が広めになるんですね。そう、歩幅。そんなこう太鼓からまあ足がねちょっとこうはみ出てるぐらいの形がいいと思います。これはまあ同じラインに足が、もう一つですね。はい。はい、でこの幅ですね。今同じラインに足が並んでますね。でこれで1足分下げると、そう、こういう状態ですね。これ1足分下げる状態。で、2足分下げると、はい、これですね。で、まあ、カモシカのようにですね、シャッといきますね、カモシカですね。バレリーナですね。あ、そう、バレリーナですね。バレリーナ。カモシカ。カモシカっていうのは、表現が。カモシカ今いないかな。カモシカは見ないですけどね。はい。ということで、まあ、このバレリーナのような、に見えるのはね、まあ、3足分ぐらい下げると、腰がグッと落ちてですね、見え方がこうビューっていうことになってきますね。ビューっていうことですね。ビューっていうことですね。2つ目は奥行き。太鼓との奥行きですね。ここは太鼓の皮の中心ですね。で、この奥行きを作るときに、まあ、腕が曲がらないようにすると。で太鼓に近いと、じゃちょっと近いですね。はい、まあ、このようにこう腕が曲がるわけですね。そうすると、太鼓がしっかり打てないと。そう、腕の部分が近いとちょっと曲がってね、まあ、こういうちょっとダがこれてるような打ち方になってしまいますので、まあ、腕がこうスッと長く伸びてる方が、そうですね、はい、まあ、見た目的にも良くなってきますので、で、この太鼓の皮を中心にバチの先があって腕がシュッと伸びているところにこの奥行きを持ってきます。太鼓との奥、このバチの方向ですね、方角とかですね、で、方向ですね、あ、3つ目が方向ですね。この太鼓は時計だとすると、あ、ここは12時ですね、12時、で6時で、このバチの方向が、まあ、この7時、大体まあ7時、大体ですよ、7時と5時、拳1個分ぐらい開けるわけですね。はい、そしてこう握り手になった時にですね、はい、握り手になった時にこのバチの方向ですね、10時と2時の位置ですね、ハの字、逆ハの字、9時2時ですね、2時と10時の位置に方向になるようにしています。これがポイントですね。そして4つ目、角度です、角度。角度は、これ角度は、まあ、横から見た方がいいですね。では、はい、アングルを横に。はい。
はい、4つ目の角度ですね。で、腕の角度はですね、大体この太鼓の皮に対して30度ぐらいですね。はい、でこれ体の位置が高くなるとですね、ちょっと高くなります、はい、これ高くなると腕のこの角度が勾配が急になってくるんですが、そうするとこの拳の位置がこう皮からどんどんこう遠くなって、もっとちょっと近いってことですか、こういう状態ですね。そうすると、拳の位置がこう皮から遠くなるんですね。そうすると打った時に、まあ、ちょっと届かないと。で、まあ、皮に当てようとしてですね、ベチャっていう音になってきたりするわけですね。なので、まあ、ちょっと角度が急すぎると太鼓の皮が遠くなってしまうんですね。まあ、この、間合いが良くないですね。なので少しこう中心を落として、はい、でこの拳がですね、太鼓の皮から15センチから20センチぐらい、まあ、拳1つ分とちょっとぐらいのところに、来るように構えていくといいんですね。そしてドーンとこう打った時の握り手ですね、握り手で構えた時にバチの角度は太鼓の皮に対して45度ですねぐらいに構えていくと音がこうドーンと響いていきます。ドーンと。で腕は30度ですね、皮に対してバチが45度。はい、ということですね、この縦打ちの、はいですね、はい、姿勢というところですね。姿勢でした、はい、4つのポイント、はい、1つ目は幅。幅です。2つ目が、奥行き。奥行き、まあ、太鼓と この距離感というところですね。距離感、はい、距離感ですね、はい、で幅はこの足の幅とかですね、はい、で、3つ目が方向ですね、バチの方向ですね。そう、この角度、まあ、角度は方向ですね。3つ目が方向、そして4つ目が角度、バチの角度、はい、っていうところに気をつけてですね、まずはこの位置をですねしっかり掴んで、そうすると、まあ、常にこう同じ音が果たせて太鼓と、まあ、お友達になれるというところですね、はい、お友達になりましょう、はい、そう、これをまず覚えてみてください。はい、ということで1つ目縦打ちの姿勢でした、はい、次回は何でしょうか。次回は、今度はバチさばきというところです。バチさばき、はい、バチさばきですね、はい、はい、これは2つの3つか3つの形がありますので、はい、これをバチさばきというのもこの太鼓をね、こう力、豆とかね、力んで打つと豆ができやすくなったりしますので、うん、力を抜いて打つのに非常に重要なポイントになりますので、そうです、まあ、負担なくですね、ドーンっていう音を出すと非常に重要なポイントになります、はい、はい、ということでバチさばきを次回はお届けします。はい、お楽しみに、はい、お楽しみに。